ちょっと遠いな。この辺でよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。お隣加古川市からやってまいりましたレイブでございます。今年の踊りのテーマは蓮の花。皆さんは米中の蓮という言葉をご存知でしょうか。泥の中でも美しい花を咲かせる蓮の花を表現した言葉で、厳しい環境の中でも心の清らかさ、美しさを保つことの例えとして用いられます。私たちもここ数年は先の見えない中を一歩一歩なんとか進んでまいりました。そしてたどり着いたこの小野恋の大舞台、精一杯咲き乱れますので、皆様よろしくお願いします。それでは参ります。梅雨の花雨が降っている中
ずっとさ、なおスマートステップの皆さんはステージ向かって右側のシート